ち、今までどんなネトゲで遊んでいたの？あんまりそういう話出たことがないけれど。PC 用のはあんまりやり込んでないかな。今までで一番ハマったオンラインゲームも家庭用のゲーム機向けだったしね。懐かしいな。アイテムドロップの確率が低すぎて大変だったもん。自力で拾ったレア武器をチート扱いされた思い出があるよ。そのゲームは結構前にサービスが終わっちゃったけど、続編とか四女神オンラインもちょこっとだけ遊んでるよ。普段は？私が時々遊んでいるのは有名 RPG を元にした MMO よ。優しい作りだから子供のプレイヤーも多いわ。少し前までルイの公務が忙しくてなかなかログインできずにいたけど、それにしばらくはこっちで遊ぶと思うから。ふーん、それなりに遊んではいるわけね。私もリニューアルをきっかけに始めた MMORPG があったんだけど、ここ最近ラステーションの新ハード準備で忙しくなっちゃって。前はその前身タイトルを結構遊んでいたわね。前身タイトルというとあれね。実は私もこっそり遊んでいたことがあるわ。ベールはもちろん四女神オンライン本編だよね。今上がったタイトルはどれもプレイ済みですわ。あとはワールドブレイクオンラインですわね。いいえ、だったというのが正しいでしょうか。ああ、最近サービス終了した大型タイトルのあれは嫌な事件だったわね。メンテナンスに失敗してそのままサービス終了、さらに運営会社もなくなったとか。育てたキャラクターとかも全部なくなっちゃうんだよね。私も某ゲームが終わった時は悲しかったよ。残るのは思い出だけですわ。私あのゲームの世界観が大好きで四女神オンラインと同じくらいハマっていましたのに。ダメですわ。この話はこれ以上いけませんわ。話を戻しましょう。皆さんネトゲは久々ということですわよね。わからないことがあっても私が手取り足取り教えて差し上げますから、何にも心配はいりませんわ。おお、女神スマイル。私今ベールが本物の女神様に見えたよ。見えたも何も、私たちは本物の女神ですわよ。そこは言葉のあやだよ。とにかくありがとうベール、遠慮なくおんぶに抱っこさせてもらうからね。でもお座りはダメですわよ。まあハイプレイヤーのベールに手ほどきしてもらえるっていうのは純粋に心強いわね。私も当面はプレイに慣れることに専念するわ。そうそう、慣れは重要ですわね。そのうち連続96時間はプレイできる不屈の精神力が自然と身についていきますわ。今回はガチ攻略ではありませんから、もちろんプレイスタイルは不問ですけれど。ちょっと待った、96時間って丸4日じゃない。そんなゲート自然と身につくわけないでしょ。それ途中で寝落ちしたりしないの？オンラインゲームの攻略において不眠不休は基本的なスキルですし、通販で買ったドリンクさえ飲んでおけば少々のことぐらいでは。女神様は特殊な訓練を受けているから、良い子のみんなは絶対に真似しないでね。私との約束だよ。私四徹中に何度も思いましたの。ゲームの中の私こそが現実で、現実の私は仮想なのではないかと。はあ、さっきもサービス終了の話が出たけど、ベールみたいな人たちって遊んでいるネトゲ自体がなくなったらどうなっちゃうのかしら。世界の終焉を食い止めるために抗議デモを行うっていう話を聞いたことがあるわ。いやいや、異世界転生だよ。別のネトゲに引っ越すだけだよね。ああ、そんな不吉な話題はもうおやめになって。
四女神オンラインは不滅ですわ。新バージョンの街、いつもの四女神オンラインとは違う街並みでとっても新鮮ですわ。フィールドや街を歩いてるだけでも楽しいって思える感覚ってどんなゲームでもとっても重要だよね。あらネプテューヌ、なかなかお分かりになってるじゃありませんの。この世界の空気に浸っているだけで楽しい、だからこそどれだけ時間を費やしても惜しくない大好きなゲームになるのですわ。なるほど、こんな風にだんだんリアルよりもこの世界の方が居心地が良くなって抜け出せなくなっていくのね。ネプテューヌまで気づかぬうちにネットゲ廃人の泥沼に片足を突っ込みつつあるとかじゃないわよね。そんなことないよ。自覚症状がない分、気づいた時にはもう、私までそのうちベールみたいになっちゃうってこと？まあ、私のようになることがそんなに嫌なんですの？悲しいですわ、クス。はいはい、バレバレの嘘泣きはしないように。まあ、世界を歩くのが楽しいっていうのはなんとなくわかるわね。これは掲示板ですわ。オンラインゲームには必要不可欠なものですわね。パーティーを募集したり検索したり、攻略情報を質問したり雑談したり、使い方次第でゲームの幅が大きく広がりますわ。ここで他のプレイヤーと交流ができるのね。有効に使っていきましょう。ポッチ疑惑のあるノアールも掲示板を使えば友達100人できるかもね。こら、誰がぼっちよ。もう発言を撤回しなさい。やれやれ、ほんとノワールはネプテューヌにかかると型なしね。あら、グランも同じく煽り体制を身につけると吉ですわよ。毎度私を煽っているのは誰なのかしら。
そこの黒騎士さん、アイテム買わない？あら、何を売ってくれるの？百聞は一見にしかずだ。直接あんたの目で確かめてくれよ。ここだけの話、誰もが喉から手が出るほど欲しがるものを提供してやれる自信があるぜ。誰もが喉から手が出るほど欲しいもの？もしかして。ああ、おそらくはあんたが思い浮かべている通り。友達ね。友達でしょ。友達に決まってるわ。は？声をかけてくれたのに悪いけど、友情はお金で買えるようなものではないはずよ。それじゃ、私はこれで。アプローチを間違えたのかな。ここは NPC による総合ショップのようですわね。回復アイテムや装備品などを購入することができますわ。みんなはもう分かってると思うけど、装備品は買っただけじゃダメだからね。ちゃんと装備も忘れずに。いらなくなったアイテムも売ることができるから冒険の資金にしましょう。またのお越しをお待ちしております。ここはギルド、冒険者たちの総合助け組合ですわ。ここにはアルスガルドの住人からの様々な依頼が集まっておりますの。メインストーリーに関係するものもあるはずですわ。依頼を受けて条件を満たして報告すればクエスト完了だね。いろんなゲームや私たちの現実世界にもあるけど、やっぱクエストはお約束だよね。ゲームでも現実でもお仕事の重要性は変わらないということですわね。
完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。ここが大聖堂。厳かな空気が流れていて、身が引き締まる感じがするわ。司祭の私にとってはホームみたいなものね。あ、見て見て、あっちに女神像があるよ。そうかしら。ブラックハートの像が一番凛としていて、美しさとかっこよさを兼ね備えていると思うわ。それよりもホワイトハートの像、とても可憐にできていると思わない？これを作ったデザイナーはセンスがあるわね。あら、ルラン、グリーンハートの像もよくご覧になって。豊満で慈愛に満ちていますでしょ。おい、なんで私にだけ言うんだよ。さて、それはともかく、どうやらここが女神様を祀っている大聖堂で間違いないみたいね。選ばれし者の皆様、カトルプリム大聖堂へようこそいらっしゃいました。またお目にかかれて嬉しい限りです。まあまあまあ、ブーケちゃん、私の方こそまたお会いできて嬉しいですわ。ねえ、ブーケちゃん、ベールとブーケってなんだかとっても関連が深い感じがしませんこと？私たちやはり生き別れの姉妹なのではないかしら。むきゅ、うわー、なんだか前回よりもソフトタッチ。おっと、今回はゆりっとした感じに趣向を変えてきた。はいはい、そこまで。さっさとイベントを進めるわよ。また鼻血が出てるわ。手当てしてあげるからこっちへ来なさい。申し訳ないです。あなたが謝ることないわ。ところで、また姿を見せてくれたってことは、試練はクリアってことでいいのかしら？あ、はいです。皆様こそ使命を授かりし選ばれし者と確信しましたです。この世界を救うための方法についてお話ししきれなかったことをいろいろとお伝えさせていただければと思うです。もちろん、ぜひお願い。皆様の使命は、女神様を降臨させこの世界を救うこと。そこまではお話しさせていただきましたですね。魔王を倒すために女神の力が必要なのですわよね。そういえば、女神様って勝手に降りてきてくれないの？世界の危機なんだよね。そのあたりも含めまして、女神様と魔王についてお話しさせていただきますです。女神様は本来この世界とは異なる空間、深海に存在しています。アルスガルドに存在するだけでもわずかながら力を消耗してしまうのですが、世界樹リーンヴェルデの力で心配することはありませんでした。しかし、魔王との戦いで消耗しきった女神様たちはリーンヴェルデによる回復では間に合わず、深海で眠りにつくことになったのです。もう回復できているはずなのですが、魔王の呪いにより自らの力では目覚めることができないのです。眠りから解放する方法はただ一つ、女神様が残していった神器で虹の橋を架け深海まで行くのです。8つの神器とは、この世界の秘宝、アメジストの杯、ブラックダイヤの剣、ムーンストーンのかんざし、そしてエメラルドの鏡。それぞれの神器は悪用されぬよう各地に封印しておりました。
選ばれし者だけが封印を解けるようになっていたはずなのですが、強力な闇の力によって封印が破壊され、その半数は魔王の息がかかったものに奪われてしまっている状態なのです。聖騎士団と黒騎士団の連合軍で新規の調査や奪還作戦を試みているのですが、ごく普通の人間では強力な魔物に太刀打ちすることができません。というわけで4つの神器を祭壇へ捧げることで聖域と深海へのゲートが作り出され、女神様の降臨が可能となりますです。それでとりあえず分かってる分の神器ってどこのダンジョンにあるの？はい、神器のうち2つは今も封印されたままロギ山麓とイアールの森にありますです。それなら場所が分かっている2つの神器から手をつけていきましょう。ではまずはロギ山麓から行ってみることにいたしましょう。別にどちらからでもいいけど即決だったわね。理由は？そこに山があるから、私の心がロギ山麓へ行きなさいと示しているからですわ。以上。付け加えるなら、それが普通にダンジョンの推奨レベル順でもありますので。本当にそれだけ？レア鉱石集めが体に染みついてるからじゃないの？そんなことはありませんわ。さあブーケちゃんと世界を救うため早速参りますわよ。そして神器を全て揃えた暁には女神と一緒に妹も降臨ですわ。ジュルリ。大聖堂内においてブーケちゃんが女性プレイヤーにハーハーされる事案が発生か、ごぼよみ。神器が揃ってしまったら一体どんなたゆんたゆんな目に。ガクガクブルブル、ちょっぴりドキドキ。なんというか、会話 AI に悪影響を与えていないといいんだけど。変なことはさせないから安心してちょうだい。これに懲りず何かあったら私たちに助言しに来てくれると助かるわ。はい、それではまたお会いできる日を楽しみにしていますです。妹とはまこと影帽子、こちらが追えば追うほど逃げていく。押してためなら引いてみるべきですかしら。そうですわ、ブーケちゃんにこの思いが届くよう大聖堂でお祈りしていきましょう。思いはともかく、ここの施設機能もちょっと見ていくことにしましょうか。お金をかけすぎてもいけないし、ノアールがくるくる回りながら一人撮影会をしている件について。あなたたちログインしてたの？自撮りもいいけど、私と一緒に記念撮影してもいいんだよ。ほらほら、ユーもっとくっついちゃいなよ。ネプテューヌ、自キャラ萌えで撮影をしているのですから邪魔をしてはいけませんわ。違う、資料よ資料。
ていうかくっつきすぎ。資料、ああコスプレ衣装の説明しよう。ロンアールはリアルではコスプレが趣味で同時イベントに出たりしてるけど、周囲には隠しているつもりなんだよ。やめなさいよ。誰かに聞かれたらどうするの。今さら隠しても意味がないと思うのだけど。ついでに説明しよう。ブランは小説を書いていて、同じく同人イベントで。これはネプテューヌ。わーい、逃げるが勝ちだね。待てやこら。ニトゲ廃人とか BL とか大人向けゲームのたしなみとかアウトな趣味をオープンにできるビールがある意味羨ましいわ。では私にあやかって一緒に記念撮影でもいかがかしら。いいからどっか行きなさいよ。次の方、お入りくださいです。シスター、話を聞いてくれる？はいです。聞く以外のことはできない代わりに、聞くだけならいくらでもお引き受けするです。ええ、それでいいわ。ここはゲームの中で、今のこの姿はアバターだけど、キャラメイクをするとき正直に言って、そのほんの少し胸を大きく作った。当初はもっと大きく作っていたのだけれど、ベールやネプテューヌから絶対ネタ扱いされると思って。この程度なら誰にも気づかれていないはず。悪いことではないでしょ、だってアバターだもの。ネカマだっているわけだし、胸を少し盛るぐらい問題ないわよね。偽ることに罪悪感を感じていらっしゃるのですか？落ち着かないというのが本音よ。リアルで少しでも育てばこんな気持ちにはならないはず。友達に効きそうな食べ物を教えてもらったり、いろいろやってみたのに、なんで1ミリも育たねえんだ私の胸。多分大丈夫です。胸が小さくても死にはしませんですし、そういうことは意外と本人以外誰も気にしないものです。本人である私がこんなにも気に病んでるだろう。ああ女神様、どうか迷える子羊にお導きを。我思う、故に我あり。どこかの哲学者はいいことを言ったものだと思うよ。 NPC は AI で動いてるって話だけど、ずいぶん高性能よね。話し方も自然で違和感を全く感じないわ。オープンベータで公開されるだけあって、機能自体は完成しているのかしら。ブーケも中に人がいるような感じね。いいえ、中の人などいませんわ。ブーケちゃんはこの世界でちゃんと生きていますのよ。生きているか。た
確かにブーケちゃんは他の NPC に比べてパーソナル面の精度が別格って感じがするわ。前にも言ったかもしれないけど、多分これはプラネテューヌの技術。コミュニケーション系の AI はやっぱり頭一つ飛び抜けてる。昔から画面越しに両生類と会話するっていう妙な研究を各国に先駆けてやっていたわよね。4女神オンラインは4カ国共通の IP ですから、各国がそれぞれ得意な分野で技術提供をしていますのよね。モアールが珍しく私の国を褒めているだと？勘違いしないで。私が認めてるのは一つの分野だけなんだから。まったくツンデレさんですわね。それにしても高度に発達した AI は人間と区別がつかないもの。ブーケちゃんのことはこれからも本当の妹だと思って接していきますわ。この話題を締めくくる言葉は本当の人間ではないかしら。ギルドへようこそ。気をつけてな。やった！
そこね。お疲れさん。クエスト達成だな。お疲れさん。クエスト達成だな。お疲れさん。気をつけてな。
ましょう。ギルドへようこそ。クエスト達成だな、お疲れさん。クエスト達成だな、お疲れさん。気をつけてな。